パンプスさんからです。パンプスさん、アーサーアンジーさん、おはからです。おはから今日のテーマはこちらまで連絡をください、うん、連絡先を公開していないのに様々な相談事が届くんです。 SNS のダイレクトメッセージ機能で面識がない人からいきなり重い相談を持ちかけられることがあるんです、うん、私が撮影した演者さんに対する誹謗中傷が書き込まれないように YouTube とアメブロのコメント欄は規制をしていますが、本名でやってる SNS には私個人を知っているのでダイレクトメッセージでかなり重い内容があることです。ただし答えられるものとそうではないものがありますから、全てに対応してるわけではありません。特にハンドルネームを知っていても本名と顔を知らない人には本音を書かないことにしています。大変だね、いろいろ。まあそれも楽しいんかね。よくわかんないけど、まあでもね、トゥーパンプスさんにね、のこういう活動とか見てて、あ、この方に話したいなって、ね、思ってね、選ばれたんです、トゥーパンプスさん。重い内容っていうのはね、どんなんだろうね。ね、ちょっと気になりますけどね、ね、まあ、今はね DM って言ってね、簡単にね全然遅れちゃうからね。そこがね便利だけどね、なんだろうね、選択いろいろ自分でしなきゃならないよな、こう選ばなきゃな。まあでもね、もしも本当にトゥーパンプスさんがね、それがね嫌なわけではないけど、嫌だったら、もうそのダイレクトメッセージはあのつけない機能もあるから、そうだね、嫌だったらね、ね、選ばれたんですけど、古いにかけて古いから落ちた人がかわいそう。そしてラジオ